皆さんこんばんは、ティライです。今日は昨日ユノユノについて質問が多かったので、ユノユノが警察で立件捜査された件について話してみようと思います。まあ皆さんもよくご存知だと思うんですけど、ユノユノって韓国でもすごくいい人だって評判な人なんですよ。本当いい話がめっちゃ多くて、全部いたらキリがないくらい本当めっちゃ多いんです。まあその中で一番思い出す3個だけ話してみようと思います。まず一つはボンドテロ事件ですね。多分2006年、10月14日ユノユノヨガシスという撮影がすぐだったんですけど、アンティがあげたオレンジジュースを飲んで死にかけたんですよ。このオレンジジュースの中にアンティの人がボンドをめっちゃ入れて、まあそれを飲んだから本当めっちゃ大変になって、血まで吐いて倒れたんですよ。体もめっちゃ悪くなったし、精神的にも衝撃を受けて本当大変だったらしいです。でも加害者のアンティが自首をして、法的対応は望んでないって許したらしいんですよ。マジ天使じゃないですか。許した理由は自分の妹と同じ同士で、妹が思い出すからだって言ったらしい。次の美談は、서울청담동っていうところで40代の男子に60代の女性が人がいないところで大変そうになったのを見て、ユノユノが代わりにめっちゃ殴られながら60代の女性を守った話があるんですけど、この時もこの60代の女性がお母さんを思い出すから一生懸命守ったんだって、まあこういう話も ありましたね。そして、一番最近の美談だったら、前の動画にもいたんですけど、最近韓国の芸能界は過去に暴力事件やいじめとか本当さまざまな事件を起こした芸能人が多い中、ユノユノだけいじめた人ではなく、いじめられた人を助けた、助けたっていう美談が出たんですよ。これほど、ユノユノって優しい人なんですね。僕がこれを言った理由は、韓国は芸能人にめっちゃ厳しいんですけど、やっぱこういう話が出たらめっちゃ叩かれるんですけど、ユノユノっていい人ってみんな知ってるから、今記事ではめっちゃ大騒ぎしてるんですけど、韓国の反応はこんなに大騒ぎする件なのっていう意見が多いんですよ。これを見て本当人ってこれまでの行動がめっちゃ大事だなって思いました。僕から言いたいことは、韓国ってコロナの規則がちょっと変わるから分かりにくいんですよ。コロナの規則を守らなかったのは悪いんですけど、僕も今は22時過ぎても大丈夫だって聞いたんですけど、これがソウルじゃなくソウル以外のところは大丈夫らしいんです。これは置いといて、韓国ってコロナの規則がちょっと難しいのが多くて、守りたいけど守れない時がちょっと多いんですよ。今韓国は5人以上集まったらダメだって言うんですけど、朝地下鉄だけ行ったら本当何百人が集まってるんですよ。僕的にはちょっと個人的に守れる規則にしてほしいかな。22時過ぎたらいけないっていう規則も、夜にコロナがもっと活発になるのではないんじゃないですか。だから店の商売してる方もちょっと考えてほしいなって個人的にはそう思います。今コロナで本当商売してる方がみんな大変じゃないですか。もともとコロナで人が外にあんまり出ないんですけど、本当24時間する店も多いし、夜に商売する人も多いんじゃないですか。お酒とか、そういう商売してる方は本当
こう22時過ぎた時が一番商売ができる時間ではないですか。でもこれがダメだって言うから、なんかそういう商売する方もちょっと考えてほしいなって思ってみたりね、そして本当政治家、政治家も規則を守らない人いっぱいいるのに、ちょっと芸能人だけめっちゃ厳しすぎるんじゃないかなって、なんかそれもちょっとおかしいと思いました。まあいつもそう思ったんですけど、韓国は本当芸能人だけめっちゃ厳しいのがあって、まあこれもちょっと、まあかわいそうに思います。まあいろいろ不満はあるけど、まあ気をつけないといけないのもまた事実だし、まあでもこう規則はちょっとちゃんと守れるのにしたら、もっと人がいっぱい守るんじゃないかなって思います。僕的にはそう思いますね。みんなコロナ気をつけてくださいね。まあ今日はここまでです。僕の動画見てくれてありがとうございますね。楽々。